さあ続いてワールドリポート、今日は虎の話題です。かつては多くの虎が生息していたインドネシア、しかし森林の伐採などで今ではスマトラ島にわずか400頭ほどが生息するだけになっています。虎を絶滅の危機から救おうと政府の計画が始まっていますが、その計画が今波紋を広げています。今年7月保護されたスマトラトラです。スマトラではトラが生育できる自然の環境は減り続けています。アブラヤシの収穫の様子です。政府は食用やバイオ燃料向けにこのアブラヤシを植えるため、もともとの森林を伐採し開発を進めてきました。この30年で失われた島の森林は 40% にも上ります。餌となる動物が激減し、虎の数が大幅に減ってしまったのです。このままでは遅かれ早かれ虎は絶滅してしまいます。政府の責任で虎を守るために積極的に行動をしなければなりません。開発を進めると同時に虎も保護する。政府が選んだのは開発地区と重なる生息地から虎を引き離し別の場所に移す計画です。政府は豊かな自然が残る島の南部の森林を新たに動物保護区に設定し、一昨年から捕獲された虎の移送を始めました。広さ4万5000ヘクタール、多くの野生動物が生息するこの森林に虎を移し数を増やそうというのです。虎は捕獲されてから数ヶ月かけておよそ400キロ離れた動物保護区に移送されます。航空機をチャーターしたり受け入れ体制を整えたりするのに時間がかかるからです。その間虎は檻の中で飼育され人から餌をもらいます。保護区では虎をリハビリセンターに入れ、肉の塊ではない生きた子豚を与え野生に戻す準備をします。元の状態に戻すには時間がかかります。取り組みが始まって2年、ようやく4頭の虎を森に放しました。しかし人の手を介して虎を野生に戻すというこの計画は新たな問題を引き起こしています。一旦人に飼われた虎は人を怖がらなくなります。放された虎が人里近くに頻繁に出没し、番犬や家畜を襲うようになったのです。怖いったらありゃしない、うちの犬を食べたのよ。ゾウなら火薬を使って追い払えるけど、トラは怖くて手が出せないよ。環境 NGO は人の手を介し生息地を変えるという今回の手法そのものを疑問視しています。トラを移動させることで様々なリスクが発生します。一番良いのは本来の生息地においてトラを保護していくことです。スマトラトラを絶滅から救うために政府が始めた移送計画、その評価をめぐって議論が続いています。ワールドリポートでした。